清水義氏は日本の実業家。株式会社16銀行前代表取締役会長、顧問、前義阜賞公会議所会頭、元中部経済連合会副会長。父は後に助役を経て、第9代大垣市長となる清水正幸。全民陶取の高橋純吉は父親のいとこ。ちなみに後に大垣協立銀行陶取となる殿村次郎は、 旧西洋垣中学校での先輩、同じく後に、日銀を経て、寄付銀行頭取となる。花田実は、名古屋大学経済学部、塩野屋99ゼミの一年先輩にあたる。塩野屋ゼミでは、経済学者、飯田恒夫と同級生で、飯田は晩年、16銀行社外関査役に就任する。1 9 5五年、名古屋大学経済学部を卒業し、十六銀行へ、 入校。ほぼ一貫して本部に在籍し、名古屋支店次長、審査部課長、人事部長、そして支店長を経験せずに1979年、取締役、1980年常務、1982年専務、1983年副頭取に就任。1984年3月、頭取の高橋が、長閉塞で入院し、 また78歳と高齢であったこともあり、急遽、東取に就任した。同年9月には、岐阜商工会議所会頭にも就任する。父のいとこである高橋の下で、帝王学を学び、早くから将来を職望されていた。地銀業界で16に清水ありと言わしめた東取候補で、就任時の51歳は、当時の地銀業界最年少であった。 就任後の長期計画では、預金を現在の1兆3000億円から1987年3月末までに1兆8000億円に、増やすと打ち上げ預金獲得競争を推進、当時業界21位だった預金量を1984年9月末には、前年比30.9%増の13位まで、躍進させる。また、当時新密都銀は、第一環境銀行であったが、 今後の金融再編を見据え、三菱銀行に変更。1993年には、地銀として初めて上海に駐在員事務所を開設。特に人事畑を歩んだことから、その手腕によって、組織の簡素化と積極的な若手投与を進めた。しかし、就任からわずか8ヶ月後の1984年11月。 出張先から帰国した成田空港にて脳梗塞で倒れ、健康を害し日常業務に支障が生じる。入退院を繰り返すも、側近たちの思惑もあり、内外公職は在任を続けた。1986年6月に岐阜商工会議所会頭は退いたが、東都離職を退任することはなかった。1990年頃には、健康を回復するもののその後、 再び健康不調となり、経年ごとに、後遺症は悪化していき、公式の場にほとんど姿を見せない状態が続く。例えば新入校員の内定式には出席せず、入校式で挨拶を行っても病気で倒れて会話が不自由なために、周囲がその発音、意思表現内容を理解するのは困難であったという。その間、16銀行は、 保守的な経営姿勢に徹することになる。このことが旧東京三菱銀行同様、バブル崩壊後に多額の不良債権を抱え経営危機に陥った岐阜銀行や UFJ 銀行などと比較して、結果として健全な財務力と独立経営を維持したとする評価もある。もっとも、これは1991年に日東あられが粉飾決算で倒産した際、 融資額55億円の消却を余儀なくされたことから、いわゆるバブル融資には、会議的であった側面もある。ちなみに、当時の同社社長は、清水の高校、大学の7年後輩であった。こうした義父金利と称される、厳しい融資環境の中での保守的な経営姿勢は、1990年9月期中間決算において、総資金利財への逆転を招く。また、 1988年5月に岐阜県生産性本部会長就任を手始めに、1991年6月には岐阜商議所会頭、中継連副会長に復帰、在会活動にも意欲を見せていたが、金のかかるプロジェクトを推進するには、16銀行の資金力が頼りと人物よりも出身企業で選ばれているという冷めた見方や行動力、 政治外交能力、イメージ戦略などは不安があるとの指摘がなされ、将棋所の記者会見等は常に副会長が表立って取り仕切ることになる。マスコミへのインタビューでは、愛知県内100店舗へ拡大、2、3年内にベトナム事務所開設等の構想を語るなど、意欲的な経営姿勢を見せたが、愛知県内店舗増設は叶わず、2006年現在4店舗、 削減され、海外もベトナム進出は、愚かニューヨーク支店、ロンドン駐在員事務所が閉鎖となっている。一方、今日内ではワンマン体制を敷き、周囲から側近が幅を利かせ、自由な議論ができていないなどの指摘もあった。特に関連会社に過ぎない 16DC カード社長を中心とする側近政治と度重なる経営への介入は、頻繁な役員交代等の人事や、 DC カードの過度なパワーセールスによって規模が10倍の UFJ 銀行を差し置き、一時は東海財務局管内で金融機関に対する苦情件数が最多となり、業務改善命令の発動が寸前まで検討された。融資先においても清水の長女が突いだ総合病院、清水が旅行する際の上宿にしている温泉旅館は最盛期には 担当試験の融資残高で過半数を占め、清水と親密関係にある大株主の関連会社であるゴルフ場経営会社の会員権に関しては、バブル崩壊後も2000年頃まで行員、顧客に対して積極的な勧誘を行っていた。また、最盛期には、この3先で16銀行の全融資額の1%強を占めるなど、 東ドリ銘柄の扱いは、コーポレートガバナンス上の問題を抱える。1999年6月の16、銀行役員改選にて、日銀及び大倉省出身専務が退任する。表向きは、取締役の定年を65歳とする内規を超えた、ことが理由とされた。また日銀、大倉省より公認を受け入れなかったことで、 過去50年間にして初めて天下り役員がゼロとなった。しかし、日銀出身専務は健康上の問題を抱える清水の代理として、内外の公式行事や記者会見に出席するなど16銀行の顔的な存在だったため、その退任は意外感を持って受け止められた。この人事は16に入り16で育った行員のみ、 役員とする方針との評価の反面、体制がためと見る関係者も多い。とも報じられる。2000年1月、岐阜商工会議所の年頭総会では、6月1日の議員総会で議員の方々の推挙をいただければ、微力ではあるが引き続き全力を尽くしたいと語り、商議所回答の続投を表明。これは、案に16銀行等取職を引き続きになって、 行くとの表明であった。しかし、同年5月、金融監督庁に委託された、東海財務局定期検査の折、不良債権の査定などをめぐり当局と銀行側の意見対立が生じたのに加え、経営トップからのヒアリングも専務が対応し、東取の考えを直接聞けなかった。東取が自ら投資家や顧客に説明すべき時代に、経営者の顔が見えないのは困るとの指摘を受ける。 結局、同年6月、東取職をり溶き代表権のある会長に就任、株主総会わずか2日前のトップ、交代内定であった。東取退任理由は、財界活動に、専念が名目であったが、前年の天下り役員放築が、結果として、金融当局との圧力を生じさせ、東取退任の延員になったと言われる。事実。 今回の検査で監督長が16人のリスク、管理体制の問題を指摘した上で、清水氏にそれとなく退任を進めたのではとも報道されている。決算取締役会、株主総会では、東取交代には触れず、記者会見でも出席したのは、公認指名を受けた小島信夫だけであった。一部上場企業における代表者の新旧交代の記者会見は、 両者が揃って出席するのが一般的である中、記者会見の席上で、なぜ、清水新会長が出席しないのか、との皮肉が出るのは当然であった。小島は、本来は、会長が会見に出てくるべきだろうが、都合がつかないのでやむを得ないや、批判は、謙虚に受け止め、変えていくべき部分は変え、 県外トップの地位を充実、発展させたいと答えるしかなく、後日の新聞市場では、16銀、突然のトップ交代、ワンマンの歪みを露呈。外部からの目厳しくや、16銀は経営者の顔、見えないと告評された。清水から後継指名された小島は、入港以来支店営業が、長く、必ずしも頭取りとして有力視されていたわけでは、なかった。 このため清水が退任をしなければ、後に別の候補につなぐとの見方が強かったとされる。当の小島本人も後継者に指名されて、驚き、本当に私でいいのですかと聞き返したという逸話が残されている。あえて清水が小島を後継指名したのは、小島の腰が低く割合ざっくばらんな性格ならば、清水の陰性化へと移行できるとの思惑が側近を、 中心にあったとされる。先日の記者会見でも、清水会長のもとで、どのような特色を打ち出すかとの質問が出るなど陰性を予想する空気は強かった。もっとも、会見の席上、小島は、清水会長からは、校内のことは自由にやっていいと言われている。私が責任を持って、業務を遂行する。会長のワンマン体制との指摘があるが、私なりのやり方で進めたい。 と回答した。実際に2000年以降、小島主導の下で、当時、地銀連合のモデルケースと言われた名古屋銀行と1 0号、銀行との業務提携や、AT カーニーに委託した、組織改革、また校内における役員及び母店長を対象にした、合宿の開催、全校員を対象にしたアンケート調査や、経営改革に関する論文募集といった、意見集約が行われた。 こうした施策はいずれも清水政権下では考えられなかったものであり、風通しを活発にしようとする小島の意向が組み取られた。さらに岐阜市内を中心に店舗の統廃合や事務集中でコスト削減を進めたほか、東海3県の地方銀行で初めて単独主幹事として企業向けの新事経トローンまとめ上げた。清水やその側近が描いていた当初の思惑は、 外れることとなるが、2001年11月に、岐阜商工会議所回答に再任され、依然として、実力者に、変わりがなかった。先日の地銀館の業務提携も以前から検討は、されていたものの清水は、否定的であったとされ、1999年1月、中日新聞、岐阜新聞に、この提携交渉が報じられているが、当時の広報部門は、 報道を否定するコメントを出している。また、組織改革でも、例えば卓球部廃止等の提言は、卓球部に愛着を持つ清水の強い反対にあった。2002年7月、16銀行がサブバンクであった第二本土木が、経営破綻する。同社のメインバンクである UFJ 銀行と、親会社であった近畿日本鉄道が下した、この破綻処理に対して、 十六銀行は全く把握をしておらず、発表の当日、小島にとっては、寝耳に、水の話であり、同社の経営破綻発表の当日は、視察先の大垣から急遽本店に引き返したほどで、あった。また、本業は、まずまずだった。査定は難しく、要注意先から、個別の引き当て金を積む、破綻懸念先には移せなかったこともあり、二千二年三月期末における、 同社向け債券への引き当て率は2から3%程度に過ぎず、破綻処理には巨額の貸し倒れ損失の計上が必要であった。結果、2003年3月末決算では、同年の日銀交差を考慮し貸し倒れ引き当てを保守的に引き当てるなど、あえて損失を前倒しにした側面もあるものの、投機損失332億円を計上。 終戦直後の新旧勘定分離による赤字決算を別にすると、事実上初の赤字決算を余儀なくされた。戦後最大の危機の中、これに伴い公員の省与水準も管理職で20%、その他の職員で10から15%程度削減され、これ以降、校内における清水の求心力は急速に失われることになる。専務時代に、 小島は、経営破綻した長銀、被災銀旅行の最後の東ドリラの逮捕に関して、チャンスで疑比一つ打てなかった選手はお咎がめなしで、最後の打者だけ攻められている。時効の壁はあるにしろ、最後のトップだけ逮捕されるのは気の毒だねと、語っていたが、前任者、清水に対して、経営責任の明確化を求めるようになっていく。 こうした中、2004年10月には、任期満了に伴い、岐阜商工会議所会頭を退任、同年、長年にわたり、側近政治の象徴であった 16DC カード、社長も退任となった。そして、2005年6月、再び金融庁に委託された、東海財務局定期検査の折、代表取締役会長から一気に役員でない、顧問に退いた。なお、 同年4月2日に、清水の母、坂井が成居している。代表取締役罪人は実に21年に及んだが、ワンマン体制で、側近政治を許す経営手腕への疑義は公然の秘密であった。また、任期の大半は病魔に悩まされ、末期には、一疎通が困難であったという。なお、寄付将棋書回答退任時も16。 銀行会長体任知も記者会見等で公に出てくることはなかった。2014年5月4日午前2時9分、多臓器不全のため、岐阜県端間郡笠松町の松並総合病院で死去、81歳没。岐阜県内の官民問わず多くの役職を憲言していたため、1997年には、 週刊朝日で日本で一番所得が多い銀行頭取りと評されたことがある。その日、岐阜県民ふれあい会館にて昼食がてらビールとケーキを食べるのが日課であった。芸能人との交際に敗れたと報じられた地娘がフライデー市にヌード写真を掲載した際には16銀行の各部署を動員して岐阜県中の同士が買い占められた。また、 大垣市内に自宅があったが、当期の大雪時には、最寄りの大垣北支店公園に雪かきをさせるなど、講師混同が目立っていた。校内の名古屋大学出身者の集まりは、名神会と呼ばれた。当然ながら、本来の名古屋大学同窓会は、そのような名称ではなく、由来は、明大の名と清水の清市である。清水を頂点とする、明大伐の画像として機能したものの、 年に一度ある総会の案内状は、若手公員から赤髪と別称されていた。なお、清水の取締役退任の年以降、2007年現在まで、その会合は中止されている。ありがとうございます。